どうもこんにちは、ミータングです。今回は柴犬の編みぐるみの編み方を紹介します。こんな感じの各パーツをそれぞれ編んでくっつける感じになっていますので、ちょっと大変なんですが、作品が個性的になると思います。同じように作ってもこんな感じで角度がそれぞれ違うワンちゃんができると思います。ぜひ作ってみてください。でこちらのこの子たちはベーシックコットンという糸を使用して4号針で編んだんですが、今回動画ではこの7色彩色を使用したいと思います。ちょっと大きめでふわっとした、仕上がりになるんじゃないかなと思います。使用かぎ針8号から10号と書いてあるんですが、それで8号針で編んでみたんですが、ちょっと穴が開きそうだったので、今回は7号針を使用して7色彩色を使って編んでいきたいと思います。ピンクの柴犬ちゃんを作りますよ。あとはハサミ、これ最近ゲットしたんですけど、このちょっと可愛くない感じのリアルな感じが可愛いなと思って気に入ってます。ハサミを使います。あとはとじ針、そして刺し目ですね。私は刺し目を使います。ちっちゃい子お子さんが使ったりする場合は刺し目だと取れちゃう場合があるので、刺繍にしたり、ボタン目、糸で縫い付けるタイプのにするといいと思います。ちなみにベーシックコットンで編んだこの子たちの目は 6mm、 そして鼻が 4.5 ミリを使用してます。ちょっと今回の7色彩色で編んだ編みぐるみに何のサイズが合うかちょっと完成してみないとわからないので、その時にまた考えたいと思います。あとそうじゃん、綿、全然映りきらないけど綿を使いますね。で今回は顔の部分をまず作ってみたいと思います。こんな感じで2色を使って編みくるみながら編んでいきます。でまずこの2色の色がついている方を使います。輪から編んでいきます。指に2回巻いたら取って持ちます。この輪の中にかぎ針を入れて糸を持ってきます。そして1回引っ掛けて引き抜きます。ここからスタートです。1段目、まず鎖編みを1回引っ掛けて引き抜く、鎖編みを1回ですね。そしてこの輪の中に細編みを6回です。輪の中にかぎ針を入れて糸を持ってきて、この2本を引き抜く、これが細編みですね。これを6回、今1回、2回、3回、4回、5回、6回、1、2、3、4、5、6、6目できましたね。そしたらちょっと糸を引っ張ってからかぎ針を取って、この輪を引き締めたいと思います。まずこのピロッと出ている糸を軽く引っ張ります。そうするとこの2本のうち片方が反応して動きます。はい、動きましたね、こっち側が。そしたらこれを引っ張ります。さらにそうするともう片方が反応して糸が引き締まっていきます。ギュッ。そしたらこの短い糸をもう一度引っ張ります。ギュッ。
してかぎ針を戻します。糸は向こう側に出てますね。ギュッと戻します。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。どこかというとここなんですけど、1,2,3 ここから数えて 1,2,3 もう一回いきましょう。 1,2,3,4,5,6 ここですね。ここにそのままかぎ針を入れて軽く糸を引っ張ってから引き抜きます。いっぺんに全部引き抜きます。これで1段目ができました。糸がこんな感じに出てますね、はい、そしたら2段目も鎖編み1回で立ち上がります。そしたら2段目は、1段目の6目の上に1目に対して2つずつ細編みを入れていきます。1目めはこの根元ですね。こんな感じ、根元に細編みをまず2つ、1、2、同じ目に2つ入れました。で次の目にも2つ、1同じ目、2、今これ4つできましたね。次全部で12目になります。1、2、次1、2、次、1、2、次、1、2、これで12目編めました。そして、こんな感じになっていて、ここ最後の目に見えますが、ここは前の段で引き抜いたところなので、ここには編まずに12目でおしまいです。でここに小さく見える、これが立ち上がりの鎖編み1回ですので、最初の細編みの玉はここになります。ここに2つ入ってますね、最初の細編みが。ここに引き抜きます。これで2段目ができました。続いて3段目です。3段目も鎖編み1回で立ち上がって、3段目は2つ細編みを入れたら次は1、2つ入れて1つ入れる、2つ入れて1つ入れる、2、1、2、1、それを6回ですね、全部繰り返すので全部で18目になります。まず根元に2つ、2で次が1、1、次が2、2、はい、次1ですね、次が1、そして最後の2、同じ目、最後1、はい、そしたら2段目の最後で引き抜いた目がここにあって、鎖編み立ち上がりの鎖編みがあって、最初の細編みの頭ですね、ここに引き抜きます。
3段目ができました。そしたら、この辺でちょっと糸処理をしときます。これと編みくるんで、一緒に編みくるんでいってもいいんですけども、編みぐるみなのでちょっとここをギュッと絞ってから閉じたいので、私は気にならない方は編みくるんでいっていいと思うんですが、ちょっと閉じていきます。閉じ針を使って入れてからですね、軽くギュッと引っ張って真ん中の穴を小さくしてから、この辺で表に響かないように糸を閉じていきます。そしたら裏ですね、これが出てる方が裏なのでこんな感じになりますね、はい、そして、4段目を編んでいきましょう。4段目も、鎖編み1回で立ち上がって、1、2、1を繰り返していきます。1、2、1、1、2、1、2の後に1が2回続くのでそこは注意なんですけども、 1、2、1 を繰り返していきます。まず根元に1、1、はい、で次が2、2、次が1、1、2、1なので次は1ですね。1、2、2個ですね、ここ入ってます。で1で次は1ですね。1、2、1、次でも1、2、1です。次が2、2、向かいで1、1、2、1、1、2、1、1、1、2、1、1、2、1ですね。これを繰り返してここまで編んでいきます。はい、こんな感じで最後まで編めました。ここが引き抜いた目、立ち上がり、鎖編みの立ち上がり1回で最初の細編みの頭、これで4段目ができました。続いて5段目でも増し目をしていきます。5段目は、鎖編み1回同じですね。これをしてから、最初に増し目をします。なので2、1、1、1、2、1、1、1を繰り返して編んでいきます。根元、こっちじゃなくてここですね、この根元にまず細編みを2つ、1、2、そして1、1、1、1、1、1が3回、そしたら次はまた2ですね。2、もう一回同じ目に2で1、1、1、1、1、1、これを繰り返していきます。はい、ここまで来ました。そしたら、最初の細編みの頭で引き抜きます。はい、続いて6段目7段目はこのままピンクの糸で増し目なしで一つの目に一つずつ編んでいきます。今のところ30目になってますね。なので6段目と7段目はこの根元から、ここ間違えないようにしてくださいね。ここだと2目目になっちゃうので、この根元
根元から一つずつ、1、2、一つの目に一つの細編み、3、4、5、こんな感じでぐるっと30目ですね。ここまで編んでいきます。7段目まで編んでいきます。はい、7段目までいきました。こんな感じになりましたね。続いて8段目からいよいよこの白い糸が登場します。最初の8目でピンクで、その次の14目で白、そして最後の8目で、もう一度ピンクっていう感じで編んでいくんですけども、増し目はないです。で、8目目の途中引き抜くところで糸を変えたいと思いますので、まず7目目まで普通にこれで編みますね。根元から1、2、3、4、5、6、7、7編んだら、8目目で、糸を途中で変えます。8目目ですね。で、糸を持ってきたらこちらの白い糸を持ってきます。で、引き抜きます。これで8目目ができましたね。で、ここから14目、次の14目で白い糸で編んでいきます。で、14目目で糸を変えたいと思います。で、その時に、このピンクとこの白の片方ですねを編みくるみながら編んでいきます。途中で白い方は編みくるむのをやめてカットして大丈夫です。14目ですね。次の目に入れて編みくるんで、1、次の目、4目目ぐらいでも白いのを後ろにいっちゃいたいと思います。この短いのを後ろに持っていきます。1、2、3、4ですね。で、ここの目がもし大きかったら、この白い糸を軽く引っ張ると整うと思います。1、2、3、4、次5、編みくるんでますよ。8、9、10、11、12、13。で、次14目目で途中で糸を変えます。ここでピンクに変えますね。で、白い糸は手前に持ってきます。で、これで、次の8目ですね、最後まで白い糸を編みくるみながら細編みを編んでいきます。で、この時にこの白い糸を編みくるんでいくので、白い糸がちょっと浮いて出てきやすいので、こうやってかぎ針を入れて糸をこっちに持ってくると、白い糸が見えやすくなっちゃいますね。ここから出て見える感じですね。こういう感じで、で、あとここからも見えちゃうので、
なるべくかぎ針を入れたらこんな感じ、こうじゃなくてこういう感じで糸を編みくるんでいきます。次の目もこうじゃなくてこういう風に編みくるんでいくと見えにくいです。白い糸が後ろ側に来るので表に響きにくくなるので、そうやって編むといいと思います。感じです。そして最初の細編みの頭で引き抜くんですが、この時も白い糸は後ろに持っていったまま引き抜きます。これで8段目ができました。続いて9段目も編みくるみながら編んでいきます。9段目はピンクで8、そして白で15、そして最後7目、7ですね、ピンクで7、これ9段目と10段目も同じですね。10段目も同じで9段目と10段目は、8、15、7で編んでいきます。でピンクで鎖編み1回で立ち上がったら、根元にかぎ針を入れたらこの白をこの後ろ側にね置きます。こんな感じで、で細編みを8ですね、8目目で糸を変える感じですね。1、2、3、4、5、6、7で次で糸を変えます、はい、ここで白に変えます。そしたら、15ですね。次の目から、でこれもなるべく後ろ側、こうね、1、2、編みくるんでます後ろで、14で15目、次15目目、ここで糸を変えます。ピンクに変えます。引き抜き、そしたら最後7目、最後の7つ細編みを1つずつ編んでいきます。この時も後ろで編みくるみながら
1234567最後7、そして最初の細編みの頭で引き抜いて、この時糸は後ろにやっておきますね。こんな感じになりました。はい、同じように10段目も編んでいきます。8、15、7で同じようにもう1段編みます。はい、10段目がこんな感じでできましたね。そしたら11段目は減らし目をしながら編んでいきます。目を減らしながらさらに糸も変えていきます。では編んでいきます。減らし目1、2、3、一つずつ、減らし目1、2、3、一つずつっていう順番で減らし目をしていきます。まず鎖編み1回で立ち上がったら、最初に減らし目、こことここを減らし目します。でこの時に白い糸も同じようにね、後ろで編みくるんでいきます。でここ引き抜いたら、減らし目の時は次の目にもう一度かぎ針を入れて、こうですね、で引き抜く。そしてこの3本いっぺんに引き抜いたら、1つ目が減って2個が1個になりましたね。そして次の目3つ、1つずつ編んでいきます。1、2、3。そして次と次で減らし目をするんですが、ここから、白に糸を変えたいので、ここ減らし目をしたら最後引き抜くときに糸を変えます。1、続いて次の目、そしてここで引き抜くときに糸を変えますね。そして1、2、3で一つずつですね。よいしょ、後ろに持ってきたら1、2、3。そして、減らし目1、2、3、減らし目1、2、3、減らし目1、2、3、この減らし目1、2、3を3回したら、最後ピンクで減らし目1、2、3とします。減らし目、減らし目、ちょっと後ろ、減らし目、ここですね、1、2、3、もう一回、減ら、ピンクさんがね後ろにいてくれないと出てきちゃうので、減らし目で1、2、3、もう一回減らし目1、2、3ですね。次が減らし目1、2、3目目で色を変えますね。1、2、ここで糸を変えます。3、で残り1回減らし目1、2、3ですね。ここも気をつけないと白が出てきちゃうので、減ら
しい目。そしたら最後の目の時に、色を変えます。ここで3目目最後の目で、糸を変えます、ね、白くします。でここで後ろに持ってった方がいいですね。白、そして引き抜く。引き抜いて、で最後の3段は、減らし目をしていくんですが、この白い糸だけで編んでいきますので、もうこのピンクの糸は途中までこの辺まで3目ぐらい引き、編み込んでいったら、もう後ろで切っちゃいます。12段目ですね。12段目は1減らし目1、1減らし目1を繰り返していきます。鎖編み1回で立ち上がったら1、ちょっとこの時に一応ね、この編みくるんでいきますね。1で減らし目で1で、この辺りでピンクは後ろに持っていって、で適当にで1減らし目1なので、次また1ですね。1減らし目1、次も1減らし目1、1減らし目1を繰り返してここまで編んでいきます。はい、12段目ができました。続いて13段目です。鎖編み1回で立ち上がったら減らし目1、減らし目1を繰り返していきます。根元から減らし目で1、減らし目で1、これを繰り返してぐるっと編んでいきます。こんな感じで編めました。13段目。そしたらここで綿を入れたいと思います。はい、綿が入りました。そしたら最後の段いきたいと思います。最後は全ての目で減らし目をします。鎖編み1回で立ち上がったら根元から減らし目、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 最後、はい、6回やりました。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。じゃじゃーん、よし。そして糸をカットします。ちょっと長めでカットしたら引っ張って顔の部分ができましたね。ここちょっと閉じていきますね。ここでとじ針が登場します。じゃん、一目ずつすくって絞っていきます。そしたら針をこんな
感じで通して絞りましたね。玉留めをしてくるくる、同じ目にとじ針を入れて適当に出します。そしてグッと中に入れたら根元でカットしてもみすると消えますね。じゃじゃーん、顔の部分が完成です。はい、続いて次は、胴体の方を編んでいきたいと思います。それではまた、じゃあねー。1,2,3,4,5,6 目できましたね。そしたらちょっと糸を引っ張ってからかぎ針を取ってこの輪を引き締めたいと思います。まずこのピロッと出ている糸を軽く引っ張ります。そうするとこの2本のうち片方が反応して動きます。はい、動きましたね、こっち側が。そしたらこれを引っ張ります。さらにするともう片方が反応して糸が引き締まっていきます。ギュッ。そしたらこの短い糸をもう一度引っ張ります。ギュッ、はい、そしてかぎ針を戻します。糸は向こう側に出てますね、はい、ギュッと戻します。そしたら編んでいきます。指に2回巻いたら取って持ちます。この輪の中にかぎ針を入れて糸を持ってきます。そして1回引っ掛けて引き抜きます。ここからスタートです。1段目、まず鎖編みを1回引っ掛けて引き抜く、鎖編みを1回ですね。そしてこの輪の中に細編みを6回です。輪の中にかぎ針を入れて糸を持ってきてこの2本を引き抜く、これが細編みですね。これを6回、今1回2回3回4。どうもこんにちは、みーたんぐです。今回は柴犬の編みぐるみの編み方を紹介します。こんな感じの各パーツをそれぞれ編んでくっつける感じになっていますのでちょっと大変なんですが、作品が個性的になると思います。同じように作ってもこんな感じで角度がそれぞれ違うワンちゃんができると思います。ぜひ作ってみてください。でこちらのこの子たちはベーシックコットンという糸を使用して4号針で編んだんですが、今回動画ではこの七色彩色を使用したいと思います。ちょっと大きめでふわっとした、仕上がりになるんじゃないかなと思います。使用かぎ針8号から10号と書いてあるんですが、それで8号針で編んでみたんですがちょっと穴が開きそうだったので今回は7号針を使用して七色彩色を使って編んでいきたいと思います。ピンクの柴犬ちゃんを作りますよ。あとはハサミ、これ最近ゲットしたんですけど、このちょっと可愛くない感じのリアルな感じが可愛いなと思って気に入ってます。
ハサミを使います。あとはとじ針、そして刺し目ですね。私は刺し目を使います。ちっちゃい子お子さんが使ったりする場合は刺し目だと取れちゃう場合があるので刺繍にしたり、ボタン目、糸で縫い付けるタイプのにするといいと思います。ちなみにベーシックコットンで編んだこの子たちの目は6ミリ、そして鼻が 4.5 ミリを使用してます。ちょっと今回の七色彩色で編んだ編みぐるみに何のサイズが合うかちょっと完成してみないとわからないので、その時にまた考えたいと思います。あとそうそう、じゃん、綿、全然映りきらないけど綿を使いますね。で今回は顔の部分をまず作ってみたいと思います。こんな感じで 2色を使って編みくるみながら編んでいきます。でまずこの2色の色がついている方を使います。輪から最初の細編みの頭に引き抜きます。どこかというとここなんですけど、1,2,3、ここから数えて1,2,3、もう一回いきましょう、1,2,3,4,5,6、ここですね。ここにそのままかぎ針を入れて軽く糸を引っ張ってから引き抜きます。いっぺんに全部引き抜きます。これで1段目ができました。糸がこんな感じに出てますね、はい、そしたら2段目も鎖編み1回で立ち上がります。そしたら2段目は、1段目の6目の上に1目に対して2つずつ細編みを入れていきます。1目目はこの根元ですね、こんな感じ、根元に細編みをまず2つ、1、